音梨美彦と村井真由美のお料理しましょう。村井くにをプラスこんばんは、はい、こんばんは今日は何事が起こったんでしょう。何の動画だか、わけわかんなく引っ張り出されてるんですけども、もうね、本当にね、2023年幕開けたと思ったら、もう私的には、あ、バズったってあれはね、バズったって数じゃないよ。いやいやいや、私たちにしてみればね、本当に1ヶ月足らずで、登録者人数が2000人以上、増えました。増えたんですよ。2000人でしょ。20万じゃないでしょ2000人すごいでしょ。今6000人を超えたんですよ。6万人はないでしょ。6万人じゃない6000人だって私たちは細々とやってるんです。あ、そうですか。いいんです、地味にね、うん、それがね、そんなにね1ヶ月も経たないうちに6000人を超えたということは、もう私の中では本当にあ、バズったって感じなんです。でも最近やっぱりいろいろネットニュースとかなんとかで取り上げてくれてる回数も多いから。でも YouTube のことは一切取り上げてもらってないの。そうなんだ、うん、載せてないしね、 SNS に。そうなんだ、うん、それで、お正月のおせち料理を作った手元の動画、これなんか本当に私がスマホをねこうやって立てかけて撮ったみたいな、そんな動画だったのに、この手でこの手は綺麗よ、はいはい、いただいて10万、はい、すごくない？もう本当に1万2万ってね、そのぐらいかなと思ったら10万超えてる？超えてます。10万ね。だからよくこう、今まで上げたのをこう見てみると、みんな2万とか3万とか4万とか自然になってるのね。だからもう感謝しかないから、じゃあ今日は投稿しましょう。どうですか、お父さん。いや、確かに。でもね、パパが登場してお料理をしてくれた回なんか、うん、やっぱりね、ポンって跳ね上がるな。いやいや、そんなことはないですよ。それはたまたまですよ。うん、それはもうあなたたちが努力がやっぱり少しずつこうね、認知されてきたというと思います。僕はもっとね、言っていいと思うんですよ。だって、すごい参考になる料理だと思うの。美味しいでしょ。美味しいし、いつも我が家は本当によくできてるんですよ。まあほら、でもお料理ってそのうちそのうちで好きなお料理になるじゃん。甘いものが好きで、甘すぎるの嫌とか、さっぱりめがいいとか、薄味が好きとか、いろいろあるから、大さじ1杯だの2杯だのって言ってるけど、それは作ってるうちにご自分のご家庭の味にねしてもらえばいいと思う。もう私、ママもそんなに測りながら作ったっていうことはないんだけど、これでちゃんと発表しなきゃいけないから、作るたんびにちゃんとこういっぱい入れたら味見て、あ、足りないなと思えばまた1杯と3分の1入れてみたりと しながら、こうレシピをのこう何分量計算、これはちょっと大変だったね。もうアバウトでやりすぎですよ。でもそれをそうやってお伝えしているので、やっぱりその方のお口に合うお味にしてもらえばいいかなって思うけど、どう？いや、そりゃそうだとね、家庭の味ってのは絶対にあるわけだから、特に我が家は甘党だから、はいね、そうでございます。私たちがこれ甘すぎるよねっていうのは、あれちょっと甘みが足りなくないっていうんだよね。そうだね。九州は甘いの？甘いですね。赤砂糖というか、使いの煮砂糖ね、いや使いますね。お醤油もね、濃いものね。そうです、濃い濃い、たまり醤油がやっぱりメインですかな。それは甘いですよね。ですよね。で、ほら、全部で100何本出して、何本出して、まみちゃんという聞いて、ね、今までどのくらいあるんだろう、140本ぐらいあるのかな、150本弱あるんですよ。で、本当にゆるゆるの動画もあるし、ちょっと買い物行った時の動画もあったりするんだけど、お料理としてはね、初期の頃にやったのって、もう本当に私自慢の、村井家のお箱のようなものを最初に載せてるのよ、ね、だから多い、全体に、まあ、認知度が低かったからね、そう、回数も上がってないんだよね。 その頃の、お料理をこう、ちょっと
遡って見ていただけたら嬉しいな、うん、ね、もう最近ちょっと煮詰まって何にしようかなってすごく思っちゃうじゃない。でも最初の頃ってこれもやっちゃう、これもやっちゃうっていう、そう燃えてたからね。今も燃えてないわけじゃない。燃えてる、燃えてるよ、うん、今またね、今年はすごい燃えてるもんね。そう、こんな風にね、うん、みんなに見てもらうからね、回数、あの視聴回数が増えてきたから、うん、責任持ってねやらなきゃいけないじゃない、うん、今までで、うん、パパは何が一番良かった？お料理動画。そうだね。でもまあいくつも僕ほら好きなのを作ってくれるじゃない。うん、でやっぱりあの魚介類のジャンボライア、はいはいはい、うん、だとかね。そういうのは最初の頃やったでしょう。で、あれはね、ラザニアとかね。あ、ラザニアとかね。すごく便利な料理じゃない。そう、うん、食が進むし、うん、うん、そういうのはね。割と好きだし、そうだな。でもお赤飯も俺好きだからね。お赤飯もね、お客様で5万回超えてるね。お赤飯美味しいよね、あのお赤飯は。そうでね、あのほら、うん、よく行くっていうか、あのお料理習ってる中華の金輝ってお店があるんですけど、金輝の金ちゃんって、ね、シェフの金ちゃんが、うんうん、あの村井家の食卓でたくさん作るでしょ、うん、あれ小出しにすればいいペンに作んないでって言うんだけど、あれはもともとそんな風に説明しないで、ただ手元のこうね、段取りを見てもらって食べてるっていうのをしようと思っていたんだけど、あのコメントであのレシピ教えてくださいっていうのがすごく多くなったので、いちいち嬉しいね。そうそうそう、ここでお砂糖何杯とかってやるようになったのね。ね、そしたらなんかそこがすごいさ、たくさんお料理いっぺんに20分間ぐらいの間に4品5品作っちゃうから、うん、小出しにすれば4本できるのにとか言ってくれたのよ、金ちゃん、うん、でもまあそれもね、うん、あの必要かも分かんないんで、あの丁寧にもう一回あのあれすることもね、うん、でもね、なぜかっていうとね、マミちゃん、うん、マミちゃんがそうなんだけど、うん、ほら私が留守中に頼むでしょ、お料理を、うんうん、メインを例えばあのこれにするって決めると、うん、じゃあ副菜、うん、他は何を作ったらいいのかが分かんないっていう、うん、なるほど ね、そしたら、うん、あの見てくださるあの方が、うん、あのそれを作ってあと何作ろうかっていうのがすごくいつも自分の課題だから、うん、あのうちの食卓に並んだものを教えてくださいみたいなのが あるのよね。でだから小さなおかずとかちょいとしたおかずとか、うん、あのちょっとおつまみ特集とか、うん、そういうのも載せてるね。そうだ、あのほら韓国でよく出てくる副菜 ね、うん、ね、いっぱいあそこは出るじゃないか。そう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 、バーって並ぶ、ね、それはもう必ず取り置きしてあるものがこう出てくるわけじゃない。そうそうそう、で我が家もそういうの結構多いから、うんうん、それは便利なものだと思う。おひたしだとかなんだとかもね、結構、うん、作り置きのものもあるし、うんうん、だからそういうものの方がメインはね、例えばハンバーグとか、うん、とんかつだとかね、生姜焼きとかそんなものを作るけど、じゃあ他に何作ったらいいのかなっていうその小さなあのおかず、うん、そういうのをご紹介するのはやっぱり便利よね、うん、私もあの、うん、ママが巡業でいない時は、うん、魚を持って自分の YouTube 見て作ってました。いや、で私もだからメニューに困ると見て、うん、ああこういうの作るか、したら買い物行ってね、そうやってあの利用していただくと嬉しいよね。そうなんですよ、本当にね。うん、でもあの僕が言うのは変だけども、やっぱ味はねすごくやっぱりいいから、うん、いや本当に本当にそれはね、皆さんあの友達なんか来てごちそうするとみんな喜ぶし、そういう意味では評判がいいからね、村井家のあれは。だからぜひそれは参考にしていただくと嬉しいよね。うん、私もね、あのほら料理研究家っていうわけじゃないから、うん、素人だから、うん、あのそうそうそう、ちゃんと、そうちゃんとこういろんなことをこう、うん、ロジカルに説明はできないんだよ、うん、ね、なんとなくこうよみたいな感じしかないから、うん、なんでここにこれが必要なのか、なんでこれ入れなきゃいけないのか、なんでこれ入れないのかとかいろいろあの見てらっしゃることあるでしょうけど、うん、でもそれもまあアバウト、まあそれはそれで、それで味が良ければね。良ければね。でやっぱりあの美容院なんか行った時とか、お友達の家行った時とか、ちょっと目についたお料理をこれどうやって作るのとか、美味しいとか、いろんなのをこう情報を集めながら作ってるものが多いから。まあでも昔からそうだけども、あの食べたりすると必ず
あのシェフに聞いてましたね。そう必ずこれ何入れてくれて何が入ってるのこのドレッシングがある分量教えてくださいとかね、うん、そうよく聞いてましたよね。よく聞いてる、うん、今もそうだけど聞いてる。それ作ったりなんかすると持ってっちゃってる人、うん、食べてみてとかずるずしいけど味見してもらったりね、うんなんかしたりして、まあ、そうだね、まあ、好きは好きだから料理、まあまあ、基本的にあの人が喜ぶことが好きだからね、キウの場合はそう、人に集まってもらうのが好き、うん、そうなんだよね僕は大嫌いでさこのコロナ禍で人を集めちゃいけなかったり、うん、そうだね、お食事するのをちょっとねためらうしねためらっちゃったりするから、うん、それが残念よね、うん、早くねそうね終わってやっぱりみんなよしだって正月の集まりなんてずっと毎年もう何十年も20人ぐらいね入れ替わり、そうそう、うんまあ、入れ替わり立ち替わり、うんうんうん、来たり帰ったり来たりっていう感じだったでしょう。それがねすっかりできなくなっちゃったのが残念は残念だからね。そうなんですよね。よねでなんか、うん、そういうのそろそろやってもいいかなっていうふうに。もう先も長くないからやって、ねうん、やりたいね。そうだね。まあ、来年でもできればいいよね。来年、うん、今年はダメ。今年じゃない、来年正月。お正月の話。お正月の話。お正月は来年はできるでしょう。やりましょうよ。誰しも越したことはないけど。我々エンターテインメントはものすごく影響を受けてるからね、それの心配。それで迷惑かけちゃいけないからね。そう、それはちょっと残念なところではありますけれど、うん、もうなんかあの皆さんがこう見てくださってる中で。いや、そうだよ。なんかご希望があったり、なんかそうこういうものをちょっとやってくださいとか言われると、それは嬉しいよね。嬉しい、うん、けど それが作れるかは置いといて。いやいや、それはまあまあ作れる、なんでもそうだけど、うん、そう、なんでも作れる。得意不得意があるんでしょ。それはもちろん、うん、でも、ほら、やっててあ、こういう作り方したらすごく美味しくできたみたいなのがあったりする、うん、例えば、ほら今更さ、とんかつとか今更かきフライとかって思うかもしれないけど、そのかきフライ一つでも、うん、すごく美味しく上がったってあ。これがコツなのかっていうのがあるんじゃない、ね、やっぱりサクッとなりたいわけだよ、カキフライなんかでも。だけど、やっぱり昔はやっぱちょっとベチャっとしたりなんかするんで、衣が厚かったり、うんうん、中になかなか到達しなかったんなことはないか。だからそういう例えばの話が、うん。それがサクッとさ、軽く上がると嬉しいじゃない、うん、そういう揚げ方とかね。そうそうそう、コツね。うん、そういうのをさ、とんかつ屋さんって言ったりなんかすると、そうそうそう聞いたりするわけよ、うんうん、どうしてこんなに軽く上がるんですか、ね、とか、油は何を使うんですかとか、うん、そういうふうにちょっと聞いたことをやると本当に美味しくできるんだよね、うん、だそれをね、うん、そのまんま YouTube に上げようかな。だからかきフライ、この後かきフライ美味しかったよね、うん、あれ、言わなかったっけ、かきフライやってるのは。かきフライやってない、うん、ただ、かきフライはかき嫌いって人もいる。そう、牡蠣はね、お家でフライするのが嫌だっていう方が多い。揚げ物嫌か。そうか、それは困ったな。でも揚げ物は買ってくるもんじゃないわよね。ベチョっとなっちゃった。でも私もちょっとお家で怖い。揚げ物ね。そこが怖いだけじゃないんだもんね、やっぱり。まあ、もうなんか汚れるからとかいうの。汚れる、確かに。それは困ったね。今日はね、障子屋にしたんですよ。これは障子屋でね。ちょこっとだけそう今日の元取りしました、うんうん、作り方はやってないんですけど、うん、だけどやっぱり美味しいもんね。いや障子屋正直言って、うん、昔あんなじゃなかった。障子屋下手だったから、なんかごつくってさ、うん、だけど今はもう本当にサクッと上がってるから、そうお芋にしろレンコンにしろ何にしろ本当にね、僕は美味しいと思います。やった、うん、これね、塩ちょっとね。そう。ね、だからそういうなんかさ、こういうふうに上がるコツみたいな、私なりに体得したことをお伝えするのもいいかなっていうふうに思う、ね。まあせいぜいやってください。ね、そうなんですよね。うん、だけど本当にね、私ね、お料理教室いろんなのいくつも行ってるんですよ。そこの先生たちが出演してくれるっていうのでね。今年はね、ちょっと、うん、例えば金ちゃんもほら、金ちゃんも、うん、でもね、金ちゃんのお店に行ってやったんじゃ、うん、絶対金ちゃん来てもらう商売道具がいっぱいあるよね、うん、そうそうそう。でも家庭で美味しくできる方法だから、金ちゃん来てもらってやってもらいたかったり、あと菅先生、そう菅先生もすごくらしい、それからこの間、堀江先生とか沢子ちゃんも、うん、
カレー。サバコちゃんって言ったって何なんやないかい。もう NHK の今日の料理なんか時々登場して作って人気のね、サバコさん、サバコ先生がいるんだけど。何サバコで、堀江さん。堀江さん。それとか太田先生。薬膳料理。薬膳。ね。もういろいろあるよ。とかね、よく行くレストランのドメニカ道路の、シェフ、うん、岩本シェフとかね、うん、行きますよって言ってくれるんですよ。あ、そうなんだ。とか田川陽介さんとかね。ああ、シェフの。シェフの田川陽介さん。早く作らせろって。早く作らせろって、早く出る気行くからって言ってくれるので、そういうつてを頼って、これからも、うん、本格的なお料理をね、うん、ご紹介しながらね、進めていけたら。少し娘にも料理させなきゃダメだよ。ほんとほんと。君ばっかりやってるとね、いつまでたってもダメだよ。そう、私がいない時に代わってやってもらうけど、ね、どうぞ、今年もまたいないよから申し訳ないけど、その時期私もいないんです。ああ、俺一人かよ。だから、この YouTube を見ながら一人で作って食べる。そうなんだ、うん、いいそうなんだそんなことなんだ、今年は。そうなんですよ。まあ、そういうわけで、皆様、はい、本当にたくさんの登録をしてくださって、はい、心からありがとうございます。まだまだお待ちしておりますので、はい、1万人になったらなんかちょっと、そう、もしこういう、まあ、ライブ配信もそうだけど、もう少しコロナ禍がなんか、ね、世の中がどうにかなっていたら、料理教室とか限定ですごいね、で、できたらいいななんていうお話もしてるので、ぜひ1万人に今6000あと30006100人を超えたのも、だから3000何百人よろしくお願いいたします。もっと細々と、もう喜んでおります。もうせめて1万人させてあげてください。すごく喜んでますから。グッドボタンをよろしくお願いします。はい、長々とトークを聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次のお料理の動画、まみちゃんが今頑張って編集してくれてますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、動画が終わったらやります。はい。それでは、ごきげんよう。またねー。